興大臣の平沢克江です。いよいよ開幕する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、東日本大震災から10年という節目の年に復興五輪として開催されます。新型コロナウイルス感染症の影響により開催が1年延期になり、多くの競技が無観客での開催となっても、復興五輪の理念にはいささかの変わりもありません。被災地は震災で壊滅的な打撃を受けましたが、被災された方々の絶え間ないご努力と、国内はもとより世界各地の方々によるご支援ご協力により大きく立ち直り、その復興は確実に進んできました。発災時に多くのご支援をいただいた国内外の方々に改めて感謝申し上げますとともに、東京大会を通じてこの感謝の意図、震災の被害から復興しつつある被災地の姿を発信していきたいと考えております。東京大会の聖火リレーは3月25日に福島県の J ビレッジがグランドスタートの地となり、その後被災3県をそれぞれ3日間巡りました。そして東京大会は開会式に先立って7月21日に福島県で行われるソフトボールからスタートし、福島県の東球場ではソフトボールと野球、宮城県の宮城スタジアムでは男女のサッカーの試合が実施されます。今回の東京大会と被災地との関係についていくつか述べさせていただきますと、メダリストに手渡されるビクトリーブーケには岩手県産のリンドウ、宮城県産のバラやひまわり、福島県産のトルコギキョウなど、主に被災地で栽培された花が使用されます。また選手村のカジュアルダイニングでは、被災地の食材を使ったメニューが大会期間を通じて提供されます。被災地の生産者の方々は一生懸命思いを込めて作った花や食材を東京大会という大きな舞台で世界に披露できることを楽しみにされておられます。また被災地の食材、花だけではなく、選手村で大会期間中選手の生活を支えるビレッジプラザ施設や大会関連施設内の木製ベンチには、被災地の杉などの木材も活用され、復興五輪を体現する取り組みが実施されています。これらに加えまして、復興庁としても被災地の子どもたちに対する復興と地域の魅力への理解促進につながるよう、サッカー、ラグビー、野球を通じた子ども復興五輪を今月岩手、宮城、福島の3県で開催いたしました。さらに都内の山手線の車内や車体等を活用した交通広告を実施するとともに、東京大会のメディアの拠点となるメインプレスセンターの一角に復興ブースを設置し、復興関連のスライドや動画を活用して大会期間中被災地の復興の姿や魅力の情報発信を国内外に行い、復興五輪への理解を深めてまいります。一方、被災地の復興の歩みが確実に進む中、原子力災害のあった福島県をはじめとする被災地の農林水産物は依然として風評被害という課題が残っております。被災地では農林水産物に対して出荷前に徹底したモニタリング検査などを行い、結果も公表しております。近年は放射線基準値を超過した食品はほとんど存在せず、仮に基準値を超過した場合でも市場に流通することはありません。しかしながら、いまだに14の国地域では被災地の農林水産物の輸入規制が行われているわけであります。世界中の注目が集まる東京大会も含めて、科学的根拠に基づいた正確な情報を国際社会に対して発信し、引き続き国内外の風評の払拭に向けた取り組みを推進してまいります。すべての方に被災地の農林水産物が安全であることを理解していただきたいと思っております。
被災地には四季お料理の美しい風景をはじめとする魅力的な観光地もたくさんあります。震災の記憶と教訓を伝承するため、多くの新しい震災遺構施設も整備されております。新型コロナウイルス感染症の影響により、今すぐに被災地に足を運んでいただくことは残念ながら難しくなっていますが、感染症収束後に国内外の多くの皆様に被災地を訪れて、その魅力をぜひとも実感していただきたいと思っております。被災地と国内外の多くの方々がつながっていく今回の東京大会が、被災地の方々に自信、希望と勇気を与え、時代を担う被災地の子どもたちにとっても誇りを持てるような機会となり、復興の後押しとなることを切に願っております。令和3年7月20日、復興大臣平沢克江。